ディビデンドで終わるときは、息の量は減っていますけれども、スピードももちろん落ちてるよ。落ちてるけれども、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。フレーズの最後、皆さん意識向けられてますか？フレーズの最後すごい大事です。フレーズの最後の音の処理の仕方ってすごく大事です。ディミネンド終わって終わったり、クレッシェンドしていって終わったり。フレーズの最後の音の処理の仕方によって、やっぱりその、繊細さだとか、全体的な、聞こえ方っていうのがすごく変わってくるんですね。フレーズの最後ですね。もう、音の処理の仕方。すごくシビアに、意識してやっていただけたらなと思うんですが、こうやってざっくり喋るとどの曲を取り上げて言ってるのかとか、曲によっても違うだろうし、曲の中のフレーズも全然違うから、違いには言えないんですけれども、まずはこう綺麗にディミニエンドして音を切るっていう練習をされてみてください。あるいはクレッシェンドしていって終わる、あるいはメゾフォルテで気持ちよく伸ばして終わるっていう風に、そのフレーズの最後がブチって切ったりね、ブチって切ったり、響きがないまま終えてしまったりっていうことは、まあ、クラシック音楽とか、まあ、ポップス吹く場合でもクラシック風に吹くとかね、まあ、ちょっとそういう風な音楽の場合はですね、響きを消すっていうのは基本しないんですよ。うん、まあ、あるよ。そら、例外はどれにもあるんだけれども。でも基本、やっぱり響きっていうのがすごくクラシック音楽においては大事になってくるから、フレーズの最後をね、ブチッと切らないように、うまくこう、音を処理してディミニエンドで消えていくような。あるいは、まあ、クレッシェンドする場合もあるだろうし、しない場合もあるだろうしって。それを基礎練のね、練習の段階、もうロングトーンでいいと思います。あるいはドゥラソノリテだったら書いてると思うし、クレッシェンドして終わっていく、ディミニエンドして次の音に行くとかね。いろいろその基礎練の音出しの部分、音を作っていく部分でもできるかな。ウォームアップの部分でもできるし、ソノリテのについての部分でもできると思うので、音の処理っていうことにちょっと意識を向けて、で、その音を処理するとき、特にディミニエンドしたら音程は下がるし、下がらないようにやっぱコントロールしなきゃいけないし、クレッシェンドしたら今度音程が上ずってしまいます。高くなってしまいますので、まあ、音域にもよるけれどもね。だからそういうところにもやっぱり意識向けなきゃいけないんですけれども。ダイナミックスっていうのは、息の量で基本変えますね。スピードももちろんちょっとは変わるんですけれども、極端にやっぱりスピードが落ちてしまうと、さっきも言ったみたいにディミネンドした時に音程が下がるしね。で、スピードがフィアッと上がってしまうと音程が上がりますよね。だから、ダイナミクス、例えばディミニエンド終わりたいって言った時は、出してる音をに対して入れている息の量を少しずつ減らしていくっていう作業は必要になりますね。でもその時に息のスピードをあんまり落としすぎると音程が下がってしまうし、で、逆にクレッシェンドする場合は、息の量を増やしていくんだけれども、それと同時にあんまり息のスピードちょっと上がりますよ、上がるけれども、上げすぎるとスピード上げすぎると音程が上ずってしまいますので、その辺にも注意する。ディミニエンドで終わるときは、
息の量は減っていますけれども、スピードももちろん落ちてるよ、落ちてるけれども、落としすぎるとやっぱ音程も下がっちゃうから、息のスピード、もちろんお腹の支えも必要です。この辺気をつけて練習してみてください。フレーズの最後に意識を向けて音の処理をうまく、するとやっぱ一段と演奏がですね、立体的に聞こえて洗練されて、やっぱりそうでしたってこう語尾を強くあんま言うことないじゃないですか。物語を正しく、そしてより魅力的にお客さん聞いてくださってる方に伝えるためにはですね、そういう言い方はあえてする時もあるかもしれないね。何でも例外はあるんですけれども、ちょっとそのフレーズの最後に気を使うっていうことをちょっと意識されるといいかなと思います。まあこれはロングトーンだったりドラソノリティをやるエクササイズで、身につけられるテクニックかなと思いますし、まあもちろんね、楽曲の中でどこまでが一つのフレーズ、どこまでが一つこれがあとで演奏したらいいかっていうのを考えてみてください。まあこれは骨格を考えるっていう話になるんですけれども、またそれはまた別の機会に、動画にしたいなと思っています。いつもご視聴ありがとうございます。この動画フルートの仲間に勧めてもいいなと思ったら、いいねボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録して見てくださっている方ありがとうございます。まだの方はしていただけると最新動画が見れると思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、また次回。